イルデブランド・ダル・カンジェロは、イタリアのバリトン及び、バスカ手である。1969年に、イタリアのペスカーラで生まれる。1985年にペスカーラのルイーザ・ディ・アンヌジオ音楽学校で、マリア・ビィトーリア・ロマーノの指導の下で学び始め、その後、ボローニャで、パリーデ・ベントゥーリの下で学ぶ。イタリアのトレビーゾで開催されたトーティ・ダルモンテ、国際コンクールで、 1989年に、モーツァルト、ドン・ジョバン・ニ・のマゼット、1991年に、モーツァルト、コシファン・トゥッテのドン・アルフォンソを歌って優勝する。その後、ウィーン国立歌劇場、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウス、パリのオペラ・バスティーユ、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場、ミラノ・スカラザ、シカゴリリック・オペラ、ザルツブルク音楽祭などの世界の主要な歌劇場に、相次いで出演した。 多くの主要な歌劇場で、リッカルド、ムーティ、クラウディオ・アバド、リッカルド・シャイ、ゲオルク・ショルティ、ダニエレ・ガッティ、ベルナルト・ハイ・ティンク、チョン・ミョン・フン、バレリー・ウェルギエフ、ジョン・エリオット・ガーディナー、小沢誠二、クリストファー・ホグート、ニコラウス・アーノン・クール、アントニオ・パッパーノなど、多くの指揮者と共演している。2009年4月に、ヘンデルのアリア州、2011年4月に、 モーツァルトのアリア州のソロ CD をドイツグラムンからリリースしている。ウィーン国立歌劇場における活躍と同歌劇場への貢献が高く評価され、2014年12月に名誉あるオーストリア宮廷歌手の称号を授与された。モーツァルト作曲のオペラ、ドンジョバンニのタイトルロールが当たり役で、2014年夏のザルツブルク音楽祭では大絶賛され、 DVD も発売された。2012年にドイツグラモフォンから発売された CD でも同盟役を歌い、2015年9月の英国ロイヤルオペラハウス日本公演でも同盟役を歌い大成功を収めた。2016年11月のウィーン・オペラザ・来日公演ムーティ式のフィガロの結婚ではアルマビーバ伯爵役を歌い聴衆を魅了した。 同盟役は2015年11月にベルリン州立歌劇場でも歌い、テレビ放送もされて、各種メディアから高評価を得て DVD 化された。2016年12月の NHK 交響楽団創立90周年記念コンサートビゼ作曲カルメンのコンサート形式では、すでに世界の一流オペラハウスで歌っている闘牛誌役で観客を陶水させた。 このコンサート形式のカルメンは2017年3月にテレビ放送された。2019年9月に英国ロイヤルオペラハウスの日本公演でグノー作曲ファウストのメフィストフェレス役を歌う予定。同盟役はベルリントリエージュの新演出で歌い絶賛されている。ありがとうございます。